ハウチワカエデは、ムクロジカカエデ族の落葉鉱木。同じ株に、両生毛と尾花が生ずる優勢同種。別名、名月カエデ。カエデの仲間の中でも葉が、特に大きい。古いクロンキスト体系、エングラー体系では、カエデ科に含められている。ワミオウハウチワカエデの名の由来は、カエデの仲間の中でも葉が、特に大きく、これを天狗が持つ羽でできた内輪に例えたものである。 別名の名月会では、秋の名月の光で紅葉が生えと見えるという意味が込められている。その他様々な別名があり、赤花ハウチワで、粘りハウチワで、エ大明月、シナ葉ハウチワ毛葉内和ハウチワ小箱ハウチもモミジハウチなどとも呼ばれている。中国名では、羽扇石とも書かれる。日本古有種、北海道及び、 本州の中部位北に分布し、低山帯から高山帯下部の産地の谷間などに広く自生する。他のカエデ類とより寒冷に強く、標高の高いブナ帯に生育する。落葉紅葉樹の高木で、樹高は5から10メートル高いもので15メートルに達する。樹皮は早う色、開白色、灰褐色で滑らかである。糖芽の鱗片は4体ある。今年枝は、赤褐色、 または、光子色で、花時のみ、わずかに白色の長軟毛を治療させるが、後に落ち無毛で光沢がある。臨辺葉は、長さ2.5から3センチメートルで、光子色を帯びる。葉は耐性し、葉芯は、長さ8から1 5トル、幅5.5から1 2トル、手のひら状に9から11、朝列、中列する。 劣辺の先端は鋭く尖り、基部は心形になり、肺には重挙子がある。花時の葉両面には白色の軟毛があるが、西洋では、裏面の脈状や脈脇に毛が残る。傭兵は、洋心の4分の1から2分の1の長さで、2から4センチメートルになり、傭兵裏には毛がある。秋1から11月になると、葉全体が一度には色づかず、葉の先から、 黄色や大色、赤色に色づいて紅葉が変化に富んで美しい。夏季は4から5月。本年枝の先に三房果樹を出して下水し、暗光紫色の花をつける。花は一つの果樹に10から15個付き、尾花と両生花が混成する。学編は長さ6から7ミリメートルで、暗光色。花弁は学編より短く淡き色で、それぞれ5個。尾花のおしべは、 長さ5ミリメートルで8個あり、約は黄色。両性花の脂肪には紅白色の難毛がある。柿は10月。果実は翼で2個の文化からなり、文化の長さは2センチメートルになる。映像名月会で、エイサー・ジャポー・ニカム・3部、F ・マイケラ・フィリム・レイダの品種のほか、園芸品種では、葉が前列するマイクジャクや、カサド・ココノエ・マツヨイ。 さよしぐれなどがある。ありがとうございます。